さん、こんにちは、山城と申します。今日はね、どこに来てるかというと、四日市市の富田駅ですね。うちのね、ところでも何回か来てます。黄色い自転車が止まってます。30キロとか止まってますけど、今日はね、近接で行くんですけどね。今回はね、何をやっていこうかというと、まずね、伊勢中川に行こうと思っております。詳細はね、まだ伊勢中川着いた時にね、企画の内容をやっていこうと思いますけどね。だから伊勢中川から回すよって話なんですけどね。道中もね、初めからね、取ってくるのがうちのところですからね。それが三岐鉄道ですね。なんでこんなとこから歩いてるかというと、伊勢中川行くんやったらね、塩浜とかあっちの方から行きゃよかったんですけど、ちょっとね、朝一用事があって、立坂の方にちょっと用事があってね。でね、問題はね、それがね、8時ぐらいに用事がね、済む予定だったんですけど、ちょっと時間が落ちてもう9時回っちゃってるんですよね。ってことでね、とっとと、伊勢の方面に向かっていきたいなっていうところなんですけどね。ってことで、車でね、こっちまで出てきて、で、今そこにね、1日400円止めれるパーキングがあったんで、そこ止めて、パーカーのライドでね、そこから伊勢中川に向かっていこうと思います。でね、今回はね、よいしょ、普通にあんまりね、伊勢中川がね、目的地にないことないんやけど、伊勢中川までは770円か、770円なんですけど、今回はね、前もってね、この、愛知三重県内がね、フリーになるフリーチップ貼ってありますんで、これがね、前売りのみなんですけどね、前日まで買わないといけないんですけど、1500円で使えますよってことなんで、もうこれにね、770円往復したら1540円ですから、もうね、元が取れますよってことなんでね、とりあえずね、これで買って、これで行こうかなというわけでございますね。さあ、よいしょ、相変わらずしっかり取れるんですね。海だから、伊勢中川までね、多分そろそろ急行が来るんちゃうかな。名古屋方面じゃなくて伊勢中川やから反対側ね。こっちからね、行けばいいよってことで、相変わらず方面はえぐいですけどね。こっちが近鉄川の入り口で、桃太郎なんかもありますけどね。こんなとこ本屋があったんや。まだちょっと先か。24分通信待ち行きか。いざとなったら特急とかった方がいいんかな。時間調べてみよう。伊勢中川行くときは一つネックがありまして、特急で行こうとするとね、特に出てくる問題なんですけど、あそこ名阪特急ね、大阪難波の方に行くやつは止まらない。伊勢中川は短絡線通ってね、通過してっちゃうんで、実質半分になるわけですよね。あっちのほんとすぐ真前までは行くんですけどね。ですから案外ね、電車が止まるんですよね。これで出た方がいいのか。50分で9時39分、これが一番早いな。結局もうこっから急行降りたやつが一番早いみたいですね。特急乗り換えしようと思うと、結局やっぱしアクセスが悪いんだな。やっぱちょっと出遅れたんが遅れ痛いね。こんなんやるんや。港町巡りと四日市の鉄道物まず。どこら辺行くの？四日市駅から記念公園ね。プロムナードで臨港バス。やっぱりいいですね。
でかいな、やっぱ火の鳥、うん、へー、ここはね、ちょうど減速してきますからいいですよね。で、いろいろ出てるね、ハイキング防災省だけど、被災か、あで、深田神社、まあ、この北中部ですね、うん、三重県の、うん、では専門の位置ね、どこでやるか塩浜研究所かな、忘れ物位置、鉄道グッズマルシェに、なあ、で、何これ四日市駅かな、プロムナードで臨港橋の末広橋梁の宮丸神社で塩浜、宮丸駅じゃなくて塩浜駅まで行くんや、まあ、あるね、へー、こんなでスタンプラリーやるんですね、結構距離あるな、JR によくできたらしいんですよ、塩浜、へー、さあ、ということでね、伊勢中川まで来ましたけどね、いやはや、とにかくこの伊勢中川駅は、もうありとあらゆる方面にね、いろんな列車が出てきますからね、まあ、おるだけでも楽しいところなんですけど、今回はね、まあ、伊勢中川駅自体はね、何回かも来てますけどね、今日はここからね、一企画をやろうじゃないかというわけでございましてね、で、何をやろうかというとですね、伊勢中川駅といえばね、何が有名なのか、まあ、デルタ線とかね、丹那線があったりとか、まあね、特急の要所になった近鉄のね、まあ、要所の駅ではありますよと。ただまあ実際にね、なかなか降りたことがある人は少ない駅であるのも、あれですね、まあ、乗り換えで使うことがあってもっていう、ところで、伊勢中川駅といえば、まあ、スーツさんの広告も有名ですけどね、伊勢中川の広告といえばやっぱりね、あれなんですよって言って意外と探そうってことないな、スーパー列車なんてあんだ、何が通ってるの、島風か、あ、こっち、これは何だ、これはメイン高特急か、まあまああれですね、乗車率ありますね、まあ、こんな感じでね、まあ通過してくれる人はまあ本当島風とかメイン範囲高特急とかね、まあごく一部ですけど、やっぱね、伊勢中川に来たらね、やっぱし目に留まれてたらこれですよね、赤服の広告です、そうです、ちょっとね、ここは案外とないですけど、伊勢中川といえばこの赤服の広告でね、有名なところです、向こうの方行ったら多分いっぱいあるのかな、右も左も赤服もあるけどね、とにかく赤服の広告でね、がいっぱいあるよってので有名なこの伊勢中川駅でございますよ、でもしかしたらね、世の中にはね、伊勢中川駅でね、この赤福の広告を見たらね、いやもうすぐに赤福食べたいわってなる人がいるかもしれません。ね、まあ普通だったらね、そのまま伊勢の方に行きますから、伊勢に行ってね、赤福、伊勢の方行ったらもういくらでも赤福売ってますからね、まあまあ一番いいのは、おかげ横丁で食べるのが一番美味しいといえば、確かに美味しいんですけど、でもね、そんな待てないよと。もうね、こんなに広告見せられたらもう今すぐ食べたくなってね、伊勢中川駅でね、赤福を食べたくなる人がいるかもしれません。ってことで、今日は伊勢中川駅でね、赤福をゲットしようということでですね、伊勢中川駅で、赤福を買ってみようというね、いやー地味だな、自分で言うのもなんだけど地味な企画を持ってきました。これを年末の特番に持ってこようっていうのからすごいですよね、
よっぽど他の企画あっただろうと思うんですけどね。まあまあ、いろんなね、事情もありますんでね、やっていこうと思います。とりあえず一つ目ね、特急停車駅だったらね、お前、駅の中で帰るじゃねえかってね、思うかもしれませんからね。ファミマってあったっけ？あったんだ。はい。嘘だろ。あたし知ってんだから。うん、びっくりしましたね。元も子もない事実が分かりましたね。このね、4番線、5番線ホームにある、ファミリーマートで、赤服売ってましたね。マジか。マジか。完全企画倒れじゃねえか。ただね、まあ、もしかしたらね、あれですよね。どうしようかな。今、頭の中でどうしようか、一生懸命考えてるんですけど。よし。ね。ただね、まあ、駅の中じゃないですか。こんだけね、赤服の広告を打っててね、特許も友達駅ですからね、もうすぐ売り切れてしまうかもしれませんね。ということで、駅前でね、他にね、赤服売ってる場所を探そうじゃないかと。いやいやいや、入ったら、そうか、ファミマできてたんだ。相変わらずの調査不足ですね。よいしょ。